皆さんこんにちは、霊夢です。お疲れ様、マリサだぜ。今日は共通テスト対策の英熟語を10個紹介していこうと思うぜ。英熟語って覚える必要あるの？長文の中にも思っている以上にたくさん出てくるからチェックが必要だぜ。じゃあ学んでいこうかしら。まず一つ目は、in the way と書いて、邪魔な、って意味を持つんだ。確かに単語だけだと意味がわからないわね。センター試験で例文を見てみるのぜ。こういった文章で出たんだが訳せるかな？ちょっと考える時間が欲しいわね。よかったら動画を止めて考えてみて欲しいのぜ。私たちはあの大きな机を動かさなきゃならない。なぜならあれは本当に邪魔なんだ。こんな感じかしら？いい感じだぜ。in the way that って何々という点でって意味も押さえておくといいぜ。次は in particular と書いて特にって意味を持つんだ。particular 自体が特定のって意味を持つから覚えやすいわね。その調子だぜ。センター試験でどう出たか見てみるのぜ。こういった文章で出たんだが訳せるかな？ちょっと待ってね。マーガレットは全ての授業が好きだったが、特に音楽の授業を楽しんでいる。こんな感じかしら？その通りだぜ。特にって強調されるわけだから重要な部分だったりするので要チェックだ。本文で見かけたらちゃんと関係性をつかまなきゃね。三つ目はメイクセンスと書いて意味がわかるって意味を持つんだ。感覚をつかむって感じかしら？ざっとメイクセンスって口語としてなるほどねって意味で用いられるぜ。センター試験でどう出たか見てみるのぜ。こういった文章で出たんだが訳せるかな？ちょっと待ってね。彼は何を言っているんだ？全く意味が通じていない。こんな感じかしら？いい感じだぜ。道理にかなっているってことで使われるから理解ができなくても正しいって意味でも用いられるぜ。アンダースタンドとは少し違うのね。四つ目は、lose sight of と書いて、見落とす、忘れるって意味を持つんだ。これは単語から意味が推測できそうね。今まで見えていたものが見えなくなるっていうニュアンスで覚えておくといいぜ。センター試験でどう出たか見てみるのぜ。こういった文章で出たんだが訳せるかな？ちょっと待ってね。議論中に興奮しすぎると、要点を見失いがちだ。こんな感じかしら？いい感じだぜ。長文でも結構見かける熟語だからちゃんと覚えておかないとダメだぜ。5つ目は、be short of と書いて、不足する、達していないって意味なんだ。これも覚えやすそうね。ショート自体が名詞として不足という意味を持つからほぼそのままなんだぜ。それじゃあ例文で見てようかしら。センター試験ではこの文章で出たんだが訳せるかな？ちょっと待ってね。少しお金を貸してもらえますか？今現金が不足しているんです。こんな感じかしら？いい感じだぜ。ランショートオブでも同じように、何々が不足する、だから覚えておくといいぜ。そっちだと、I'm running short of って現在進行形で使えるのね。霊夢冴えてきてるぜ。6つ目は get rid of と書いて処分する取り除くって意味なんだ。これも覚えやすそうね。捨てるって表現は結構あるが get rid of はなぜかよく見るぜ。センター試験でどう出たか見てみるのぜ。こういった文章で出たんだが訳せるかな？ちょっと待ってね。なぜ彼がバイクを処分しないのか私にはわからない。なぜなら彼はもうバイクに乗らないんだから。いい感じだぜ。その他にも捨てるという表現で、dispose of や throw away を覚えておくといいぜ。回答で本文とは別の表現を用いることって結構あるからチェックしとかなきゃね。7つ目は、run the risk of と書いて、何々の危険を犯すって意味なんだ。リスクがあるって覚えると簡単ね。ざっくり危ないって感じで捉えてもいいかもな。センター試験ではこの文章で出たんだが訳せるかな？ちょっと待ってね。もしジョージがタバコをやめないなら、肺がんの危険を犯すこととなるだろう。こんな感じかしら？よくできてるぜ。我々の行動が何々の危険を犯している。みたいな感じで環境問題の長文なんかでも出てるぜ。何が何を危うくしているのか。そういった関係性はチェックが必要ね。八つ目は、with out fail と書いて、必ず、絶対に、って意味なんだ。fail が失敗って意味だから、それの否定形で絶対にって意味になるのね。その調子だぜ。センター試験ではこの文章で出たんだが訳せるかな？ちょっと待ってね。私はあなたたち全員がテスト開始5分前にはここにいるように期待しています。直訳するとそんな感じだな。5分前には絶対全員着席してろよ、くらいの感じだと思うぜ。必ずって表現は強制するように使われるから回答につながる文章に多い気がするぜ。何をしなきゃいけないのかって文章は重要そうだものね。9つ目は、put off と書いて、延期するって意味なんだ。put プラス前置詞の熟語って結構多いわよね。その中でも問われやすい一つだぜ。センター試験ではこの文章で出たんだが訳せるかな？ちょっと待ってね。
子供たちはまだ病気だから、明日のピクニックは延期しなければならないだろう。こんな感じかしら？いい感じだぜ。延期するって単語だとポストポーンだから回答で言い換えがあるかもしれないぜ。プットオフの後に動詞だと現在進行形になるのも覚えておかなきゃね。10個目は、キャリーアウトと書いて、実行するって意味なんだ。これは聞くことのある表現ね。言い換えとしてはブーアクティビティだぜ。積極的に行動するって意味ね。センター試験ではこの文章で出たんだが訳せるかな？うん。ちょっと待ってね。代表者が学園祭の計画を立てて、その他の生徒たちがその計画を実行した。こんな感じかしら？よくできてるぜ霊夢。実行するって単語では、エグゼキュート、コンダクト、パフォーム、インプリメント、あたりを押さえておくといいぜ。それを聞くと結構あるのね。読むときは純粋に、何々を行う、って感じで流していけばいいと思うぜ。今回は英熟語を10個紹介させてもらったぜ。熟語は単語自体が簡単だけど、ちゃんと意味を押さえなきゃいけないものね。条文では思っている以上にたくさん出ているからわからないのは調べるといいぜ。少しずつでも覚えていくわ。それじゃあここまでのご視聴ありがとうございました。だいたい毎日ショート動画で英単語、熟語の紹介をしてるからチャンネル登録よろしくだぜ。みんなも勉強頑張ってね。